定されたセキュリティ端末で行います。
セキュリティ封鎖が作動しました。緊急時のオーバーライド制御は指定されたセキュリティ端末で行います。緊急時のオーバーライド制御は指定されたセキュリティ端末で行います。
セキュリティ封鎖が作動しました。緊急時のオーバーライド制御は指定されたセキュリティ端末で行います。
で行います。
戻ってきたか。死んでしまったかと思ったよ。それにもし生きててももう戻ってきてくれないかと。もちろん感謝していないわけじゃないが、でもなぜだ、なぜ別の宇宙に残らなかった。私は一生この大した礼はできないが、その辺に転がっているものも好きに持って行ってくれ。どうせもう誰も使わない。本当にありさあ。
地の士気が目視で判別可能なほど低下しています。コンステレーションでこのような別れは珍しくありません。創始者でさえ探索から帰らぬ人となった。前人未到の地へと踏み出す栄光や興奮、闇を照らす光について語ることはいつだってたやすいものですが、その代償に向き合うことは困難です。我々のあらゆる成果は果敢に挑戦した先人たちの犠牲の上に築かれています。そして私たちには勇敢に使命を果たし続ける義務があります。彼らの意志を継いで。ありがとうございます、サラ。他に話したい人はいる？ありがとう。他に何か言いたいことがある人は？これで大丈夫かな？よかった。ごめんなさい。これじゃ挨拶が済んでなかった。もっとマシ。ダメだった。残念だけど、悪く思わ。ずっと昔に私を慰めてくれた文章を引用しようと。ちょっと話すか。実在するのか。より正しい。死後の世界は信じぬ。現実は神聖か。ああ、もっと。存在それ自体が暴かれることを待ち望むし。誰もが悲しんでいるの。善とは何か。死を見てきて、ちゃんと説明できてる。ありがとう。それはあるということへの参加ではない。ねえ。時間ができたら多様性は話せない。とにかく無理はしないで、きっと乗り越える。あまりに純粋。どういたしまして。原初的で神聖であると理解されうる単純性。あなたと話し合っておきたいことがあって。その対比としてのみ存在する。我々の本質は。心によって創造されたものだ。だが我々の創造と我々の心というものは理解ははるかに超える、うん、こうした比喩でさえ、そう激しくうねる大海の白いちっぽけな、ね、あなたが会った時とバレットみたい。まだ続きはあるが、この辺りが一番印象深いところだ。そのありがとう。資料にあふれてたわ、マッテオ。ありがとう。他に言いたいことがある人は？悲しむことは罪悪感を持つ方が楽。失礼するよ。私は信仰について滅多に話さない。生きる上であまりに不要なことだと思えるからだ。だが死は内面を覗き込まない。この種の会合は私の分析を検証ですが、お望みでしたら再会が果たされ適応までしばらくお時間。今後のために評価を。失う痛みが偉大な行動に我々を駆り立てるなら、たくさんの人。それこそがだけど
真にこの世界を作るのは人間だ。他の人からしばらく善と悪を決めるのは我々だ。喜びも悲しみも飲むか。だからその責任を古き友に我々が失った。ああ忘れてはならない。ロッチが知ってのアキラに古い一人が病幽霊になってついて悲しい話だろう。じゃあな。時間があったら聞かせたい。渡したいものがあるから時間ができたら教えて。世間話でもしに来たのか。ん？また引き止めちゃってごめんなさい、エミッサリーに。何から話せばいい。スターボーンの起源は私たち自身で、過去数世紀の間。それじゃあね。また引き止めちゃってごめんなさい、エミッサリーに、ハンターに。わかった。